はい、皆様、こんばんは。チャンネル桜沖縄の声を、お聞きになった皆さん、改めまして、こんばんは。当番組主催の、ボギー・テドコンでございます。今日は9月、16日ということでございまして、もう9月も半分切っちゃいましたね。あっという間にどん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 、時間は過ぎていくということでございますが、沖縄にはこの世の春を謳歌している方もいらっしゃるようでございまして、本当に羨ましい限りでございます。それとね、なんか寒波で生活して、なんやかんや受信料とか言ってる寒波らしき上級国民もいるらしいですよね。すごいですよね。そういった人たちが生活できる沖縄って本当に羨ましいなというふうに思います。はい、どうもともこさん、いつもニラ、茶、ニラミルクティーの特濃タイプありがとうございます。宮城さん、ニラ束。ニラ美味しいですよ、やっぱり。白神さんからも特濃ニラ茶ですね。当然ミルクが入っております。想像のできない味でございます。 C さん、こんばんは。桜チェリーブラッサムさんからもニラ茶でございます。はい、ホルスタインさんもお見えですね。それから、ラプテンさんからはニラクリーム。榎本さん、いつもいつもありがとうございます。カルガモさんもお見えでございますね。はい、それから鬼猿さんもお見えでございます。みこみこさん、この写真草ということでございまして、そうですね、浮かれてるんですよね、最近。やっぱりこういった写真だけでなく、いろんな写真が、彼には出ているんですけど、一番、有名な写真というとね、やっぱりあの写真家なんて私思っちゃったりもするんですけど、あれは確かにすごい写真ですよね。これでございます。はい。もうこの写真を見たら皆さん、やっぱりデニーさんってこんな人なんだなというふうに思うと思うんですけど、確かに私も、ちょっとね、最近もうオール沖縄がずっと勝ちっぱなしなんで、浮かれまくってるんかなと思うんですけど、今回のお写真もかなり、浮かれまくった写真でございまして、皆さんどうでございましょうか。この嬉しそうな顔。いやー、もう見るだけで幸せになりそうなお顔でございますね。はい。ということで今日は、ちょっとね、デニーさんが就任して約1年になったんで、デニーさんが言った公約、どのぐらい頑張ってるかなっていうことを、皆さんとね、検証していきたいと思っております。さて、これ公約でしたよね。全島無料 Wi-Fi 化ということでございまして、沖縄本島全てを無料 Wi-Fi にするっていうふうに言ってたんですけど、無料 Wi-Fi どころかね、有料で持ってる Wi-Fi ルーターがつながらないところがたくさんございます。国道を走ってるだけでも切れちゃったりするんですけど、1年で何にも改善されていないですよね。はい、1年間で何にも改善されておりません。それどころか Wi-Fi なんてね、沖縄本当に有料のルーター持っててもバシバシ切れる。はい、バシバシ切れます。県外から来た友人たちがいつもぼやいてます。なんで沖縄こんな切れるんだと。金払ってるもので切れるのに、無料のやつが切れないっていうことはありませんし、その前に整備されてるかっていうとね、翁長知事の頃に、はい、無料 Wi-Fi あっちこっち少し整備しましたけど、全島無料 Wi-Fi なんて全く手もつけていないと言っても過言ではないと思います。そもそもこの玉城知事自体がね、 Wi-Fi の意味分かってないんじゃないですかね、多分。はい、多分本人分かってないと思いますよ。それってなんだっけという感じでしょうね。はい、それと続きまして、これもね、多くの人たちが期待をしました、中高生のバス無料化。はい、バス無料化、もう早速ね、答弁とか出てきていますけど、中高生のバスをみんな無料化しますなんて言ってたんですけど、出てきた話というのは、所得の低いね、家庭の子供たちだけに補助を出すという、もうトーンダウンどころか、本当に、はい、
あなた、そんなこと言っていいのかというぐらいの、状態でございまして、まあ、結果的にどうなったかというと、中高生のバス無料化はできないぴょーんっていうことで、これはね、もう、県議会の答弁で言っちゃってるわけですからね。いや、本当に困ったもんでございます。塩沢さん、どうもこんばんはんこ。コシさん、いつもいつもクラッカーありがとうございます。西浜さんからは、特濃ニラミルクティーいただきます。ごくりと飲んでみたいと思います。のりぞうさんからも、ニラミルクティーでございますね。ラフテンさんから、公約は全然達成していないけれども、これからも公約を達成できるように、頑張ってるように見えるように頑張っていきますということで、意味が分かんないですね。アポを取るための、アポ取り。アポを取るための、面会を求めるためのアポ取りっていう似たようなもんでございますかね。全く意味が分かりません。結果的にできないことを公約でに言っちゃって、実際に権勢を握ったらできないぴょんになっちゃったという玉木デニーさん、これって公約違反ではないんでございましょうかね。それと、アジアにおけるネットワーク拠点なんてぶち上げましたよ。いや、これ私も意味わかんないです。アジアにおけるネットワーク拠点、これ何なんでしょう。皆さんわかります？そう、榎本さんがズバリと書いていますけど、沖縄の有権者は、こういったオール沖縄のね、政治家たちにバカにされてるんですよ。鬼猿さん、こんな知事なのに、烈烈に支持をする人がいることにね、首をかしげたくなる。まさにその通り。サメダさん、ニラミルクティーありがとうございます。いやー、本当に意味不明。アジアにおけるネットワーク拠点。まあ、ネットワーク拠点であれば、わざわざ沖縄じゃなくてもいいんじゃないですか。だって、ネットっていうのは、場所関係ないんですからね。あっという間に地球の裏側にも行っちゃうんですけど、多分本人も公約に書いたのはいいんですけど、アジアにおけるネットワーク拠点って何ですかって聞かれたら、それって何と答えると思いますよ。いやー、本当に大変でございます。どうもセイラさん、渡る世間は鬼ばかりを蹴ってこっちに来ましたということで、今日は素敵なね、笑顔の写真をドアップで写しております。ネットワーク拠点、そうですね、物流のネットワークなんて言ってましたけど、物流なんてね、わざわざ沖縄に寄る必要もないんですよね。香港から東京に、横浜に物を運ぶときに、わざわざ沖縄に寄ります？寄らないですよ。一直線で行った方がずっと早いと思います。そうですね、塩沢さん、マスコミが全く検証しない。いや、これひどいですよ。これ保守の、ね、市長だったら、公約違反はどうなってるんだっていうふうにやられると思いますけど、何一つマスコミがその公約違反を追及しないですからね。カーターさん、どうもどうもありがとうございます。特濃ニラミルクティーいただきます。てへですよね。なんか、っていうのもあったんじゃないですか。確か。何かでね。そして、次、こういうことも言ってましたね。北部、沖縄本島北部に、まあ、基幹病院を早めに作りたいっていうことをぶち上げました。その時に、地元の負担を求めませんと。地元の負担を求めずに、北部基幹病院を早急に立ち上げると。早急に立ち上げると言って1年以上経ちました。そして、県議会で何と言ったか。地元の負担を求めずと言って当選をしておきながら、今度は、応分の負担をするべきだと言い始めたということでございまして、本当に有権者、バカにされてるんじゃないですか。私、思いますよ。ここまでね、毎回毎回、オール沖縄の、政治家にバカにされてるのに気づかないというのはどうかなと思いますよ。そして、これも皆さんもよくご存知の、補助金に頼らない財政と、補助金に頼らない、誇りある豊かで平和な沖縄を作るとおっしゃっておりました。ところが、
蓋を開ければ、ね、東京詣をした上に、政府自民党に一括交付金増やしてちょうだいねと、おねだり、おねだり、おねだりに行ったということでございまして、まあこれをね、追及されると、補助金に頼らない、ね、豊かで誇りある平和な沖縄をというのは公約ではないと言って逃げております。いや本当にゲスゲスですよね。これゲス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 、なんか似てますよね。はい、雰囲気がちょっと顔は違いますけどね。はい、そしてこういうことも言ってましたね。まあ、沖縄っていうのは非正規の割合結構高い地域だと思います。非正規雇用ね、正規雇用より非正規の方がずっと多いし、ある、まあ、物流会社なんかはもう9割が非正規じゃないですか。非正規で持ってるようなところもたくさんありますよ。まあ、そういったところをね、非正規から正規へと言いながら、全くそういった企業に対する、ね、正規雇用への支援策などは一つも出しておりません。ね、税制的なもの、そして制度的なものを全く非正規から正規へ変えるための方策、そして補助などは一切出さずに、彼がやったことは自分の娘婿をですね、はい、年収500万以上の特別秘書へ格上げをしたということでございまして、はい、非正規から正規へと言って何もしないで、自分の娘婿は特別秘書へ格上げ。4年間おいしいですよね。すごいですよね。まあ、こういったね、いわゆる、まあ、身内びいきというんですか、はい、縁故採用ですよ。普通はね、普通はこれ避けると思うんですけどね、縁故採用は。ところがこういったことをやってもね、全く沖縄のマスコミは彼を、批判をしたり、ね、疑問を持ったりいたしません。すごいというか、ここまでね、マスコミが権力にすり寄るなんてありえない。よくもそれでいながらね、マスコミは権力を批判するものだとよく言えるなというふうに思いますか。もう本当に異常すぎるなというふうにね、私は思っております。まだ続きますよ。はい。保育料、給食費を無料にと言いました。言いましたよ。ね、保育料とか給食費、これ無料にしたのはね、嘉手納町とか名護市のように、いわゆる国からの財源もらったところは独自にやっています。ところが、県が独自にそれを無料にするために、財源のね、支援をしてるっていうのはないでございますよ。はい、市町村は自分たちで一生懸命財源を捻出をする。そして、いわゆるね、基地を負担してる、そういった市町村では、国から交付される周辺事業整備金などをね、活用して、それで無料化にしておりますけど、何にもないところを無料にできるはずないじゃないですか。ね、保育料、給食費を無料にと、たかん華々しく花火を打ち上げ、結果的には財源がねーん、ねーんっていうのは、沖縄の方言で、ないという意味です。保育料、給食費を無料に、結果、財源がねーんということでございまして、はい、多分、いや、名護はやってると多分言うと思いますよ。しかし、名護は県のおかげでやってるわけじゃないですからね。はい、名護は独自にやってます。嘉手納町も独自にやっております。はい、ね、浦添市でさえね、無料化できてないんですよ。かなり負担を減らしましたけどね。本当にこういうふうに耳障りのいいこと、はい、ハラホロヒレラさんが不発の花火打ち上げられてもねということなんですけど、不発どころかね、中身が入ってない、火薬の入ってない花火をね、パコンと打ち上げてキャーって喜ばして、破裂もしないまんまそのままどっかに消えていくということでございます。いやー、ラプテンさん来ましたね。財源ね、あるわけね、補助金頼らない、やってけねえ、
おらこんな知事やだ、おらこんな知事やだということでございます。いや本当に異常すぎますよね。よくもこんなこと言えると思いますけど、はい、これも一緒でございます。鉄軌道の導入をということでね、華々しくぶち上げました。これはね、保守も革新も同じようにぶち上げております。ただ保守がやった場合には多分国から、予算がついて早めに動いたと思いますけど、ことごとくね国に対して牙を剥き反抗する今の沖縄県政、まあオール沖縄共産党に対し国がね予算を簡単に下ろすわけはございません。この一つの例として沖縄本島の東海岸上がり浜に、小尾長知事は、複合型の、埋設施設をね作ろうとしました。大きな土地があります。そこは金秀さんとかね、テルなんとか創業ですかね、はい、尾長知事のお仲間である企業などが利権を持っている埋め立て地が実はあったんです。はい、埋め立て地でございますよ皆さん。辺野古の埋め立て地にはあんなに反対してるのにね、上がり浜与那原の埋め立て地はすんなり作っちゃって、そこに埋設施設を作ろうとしたのが小尾長知事。国に対しもう予算予約も入ってますので、ぜひ予算を認めてくださいっていうことでね、予約も入ってたら国はもう仕方がないから予算認めるだろうと思ったら国はとんでもない、ね、国の言うこと何も聞かずに反抗ばっかりするとこに予算つけられるかということで蹴ってしまって、今この埋設施設が建つ予定だったところにはペンペン草が生えてるということでございまして、この埋設施設が来るっていうことでね、付近の土地の値段もかなり急激に上がったというんですけど、今はどうなっているんですかね。まあ結果的に予算はつかない、当然でございます。予算がね、それは誰のせいでもなく本人のせいでございます。はい、それと続きまして、沖縄県 LGBT 宣言那覇と浦添だけさということで、こういったのを行政がやるもんじゃないでしょうね。私思いますよ、なんでね LGBT の方々そっとしとかないんですか。わざわざなんか LGBT がすごいとかね、素晴らしい人たちだっていうふうにまるで推奨するかのように行政が持ち上げて華々しく舞台に上げてですよね、やる。そう、石鹸男宮城さん、なんで LGBT にこだわったかっていうんですけど、おかしいですよね。日本っていうのは今こう少子高齢化ですよ。少子高齢化の中でね、はい、今塩サバさん書いてますけど、同性愛を税金使ってまで支援ですかと。いや、それおかしいでしょ、やっぱり。ね。おかしい。これ、沖縄県 LGBT 宣言ができるんだったら、沖縄県 HK 仮面宣言をやっていいんじゃないですか、これ。ね。そう思いますよ。わざわざね、県が予算を組む、行政が予算を組んで、同性愛などをね、もてはやすようなことをやっていいわけがない。何もね、何が生まれるんですか、それから。いや、おかしい、本当に。ね。確かに LGBT の方々、肩身狭い思いしてるのは分かります。でも、そういった人たちがね、悩んでるんだったら、そういった人たちに寄り添う窓口作ってね、対応してあげればいいんですよ。それをね、まるで LGBT がね、素晴らしいんだと。ね。素晴らしいことをやってるんだっていうふうに子どもたちにも見せつけるように税金でやる、おかしいですよ本当にね。まあこれもいわゆるあっち系の方々に対する媚びだと思うんですけど、実際にこの沖縄県で LGBT 宣言をしている町は那覇市と浦添市だけでございまして、まあ、浦添市この前通ったらレインボーフラッグが上がってましたね。これ子供に聞かれたらどうすんですか、これ。ね。
思いますよ。これ、那覇と浦添、そして県知事、子供にね、あのお兄ちゃんとお兄ちゃんが手つないでチューしてるけど何なのあれって聞かれたら、あれって素晴らしいことなのよって言ってやるんですか。いや、これってやっぱり私おかしいと思います。はい。そして、続きまして、よく続くでしょう、もっともっとあるんですよ本当は。はい。これはもう美咲ちゃんも激おこぷんぷんの案件でございまして、時給1000円、え、何それということでございます。いや、まさにその通りだと思いますよね。直ちに時給1000円とぶち上げたんです。直ちにという意味は皆さんどういう意味ですか。直ちに、今すぐという意味ですよね。ところがね、沖縄県の臨時職員の時給すら1000円に達しておりません。そして、玉城知事を応援したいわゆる物流大手物流業界や、食肉加工、そしてね、もろもろの、企業の方々の、時給なんて最低賃金にプラスアルファぐらいのところっていっぱいあるんですけど、これって何なんですか。結局時給1000円っていうのはね、県民、低賃金にあえぐ県民の票をもらうための嘘っぱちだったっていうことですよね。はい、嘘っぱち。いやー、しかし本当にひどすぎますね。沖縄県民3年前からずっと騙されてるんですよ。3年前、現職の島地雷子先生を破り当選をしました伊波洋一、元宜野湾市長、まあ、極左と言われている方でございますが、ね、圧倒的な差で勝利を収めました。その方が掲げていた公約が時給1000円、かなり期待した人たちもいっぱいいましたけど、3年間時給1000円を達成するための行動というのは何にも取っておりません。そしてマスコミも何一つそれを検証しようとはしません。そして最近では、衆議院補選に、まあ、出馬しました屋良朝宏さん、はい、屋良朝さんですね。タコテロ屋良とか言われておりまして、まあ、活動家というふうな位置づけで認識されている方だったんですけど、この方も時給1000円をぶち上げましたね。そして玉城デニー知事も時給1000円をぶち上げておりました。そして最近では、参議院選挙で、ね、当選をしました。だから哲美さんも時給1000円。沖縄県民ってね、目の前に人参の絵ぶら下げられて走らされてるんですよ。本当に時給1000円って言ったらね、票入れてくれるとオール沖縄にバカにされてるんですよ。できもしないことをね、並べ立てれば、うちのアンチは簡単に騙せるさと、こういう顔で思ってるんだというふうに私は思いますが、そうですね、時給1000円は合言葉になってると私は考えております。まあ、こういった人たちは時給1000円ぐらいもらってるかもしれませんけどね、最近では。はい。まあ、私が見た限りお金ではなくて、おにぎりとかね、かまぼこでしたけどね。いや、最近はこういうふうに韓国の参加者も来なくなったもんですから、ヤギが動員されてるんですけど、いや、すごいですよね。ヤギも時給1000円で雇われているんでございましょうかね。まあ、そんな感じで今日も楽しくお送りさせていただきました、本日の、まあ、ボギーチャンネルでございますが、まあね、今日は実は、はい、中佐ですよ。ちょこっとだけ連れてったんですよね。するとフグじゃないものを釣りましたよ。フグじゃないもの、今度また改めてね、皆さんにご紹介をしていきたいと思いますけど、まあ、このようにできもしないことを公約と言ってね、並べ立てて、まあ、当選をね重ねていくオール沖縄、
まあ、そういった人たちをやっぱり当選させてるのは紛れもなく沖縄県民なんですけど、沖縄県民、本当にね、公約をね、守る気もない人たちの公約に踊らされてることにね、早く気づいてほしいなと思います。ね、自分たちにとって本当に大切なもの、自分たちの生活を良くするもの、子どもたちの教育環境を良くするもの、そしてね、所得を上げるもの、それって基地反対すれば達成できるのかということなんですけどね、ぜひそれに気づいていただきたいと思います。ということで、今夜の、ボギーチャンネル、これにて終了させていただきます。ぜひ皆さん、沖縄に来た時には私たちと一緒になってアバサーを釣りに行きたいというふうに思っております。ということで、今夜の放送、玉城デニーさんの公約その後についてお話をさせていただきました。明日は、そうですね、予定では22時半からになると思います。22時半。もしかすると中佐が代役で変なことを喋ってるかもしれませんけど、明日の方もまたぜひご覧いただきたいと思っております。では皆さん、今夜はこれにて失礼させていただきます。ありがとうございました。